では次の講演です。地球惑星物理学科准教授小池誠による地球温暖化とエアロゾル、微粒子は気候を変えるのかです。質疑応答は大学院修士課程1年の佐々木健介さんにお手伝いいただきます。小池先生、佐々木さん、よろしくお願いいたします。はい、東京大学の理学部地球惑星物理学科の小池です。今日は皆さんにですね、地球温暖化とエアロゾル、微粒子は気候を変えるのかというタイトルでお話をしたいと思います。まず最初にですね、今日の主人公である大気中の微粒子、私たちがエアロゾルと呼んでいるものについてお話をしたいと思います。エアロゾルというのは大気中に浮遊する直径が 0.01 から10マイクロメートル程度の粒子のことです。髪の毛の太さが約80マイクロメートルと言われているので、それよりもだいぶ小さなものということになります。 PM2.5 という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これが直径が 2.5 マイクロメートル以下の粒子ですので、まあ、この PM2.5 というのがエアロゾルと思ってくださって結構です。で、このエアロゾルというのは大変小さいためにですね、肉眼では見ることができません。しかし今皆さんの目の前、1センチ1センチ1センチの箱ですね、まあ、角砂糖というかサイコロぐらいの中に100個から1万個ぐらいの粒子が、エアロゾルが浮遊しています。で、このエアロゾルと一言、まあ、ひとまとめで言ってますけども、その実態としては様々なものがあります。例えば黄砂のような砂漠の砂がですね、巻き上がったものとか、海の波しぶきが乾いて残ったものとか、あるいは様々な人気圏の燃焼過程などから出るようなすす粒子とか、無機物からできているようなエアロゾル、まあ、そんなようなものが大気中にたくさん浮遊しているということになります。で、まあ、エアロゾルのお話が終わったので、今日の話ですね、今日はまず地球温暖化と温室効果の話をします。それから今言った大気中のエアロゾルがどう気候に影響するかという話、それから近年ですね、このエアロゾルを使って気候に介入する、まあ、気候を変えるという試みを、まあ、考え方を提唱している人がいるので、ちょっとその話をします。そして今日はまあせっかくこうやって話を聞いてくださったのですね、最後に皆さんに覚えておいてほしいことということでまとめたいと思います。ではまず地球の温暖化と温室効果ということでお話をします。暑いですね。今日もすごく暑くなっていますけども、こちらの図はですね、1月から12月までの、地球全体で平均した、地表面の気温を示しています。まあ、1940年代ぐらいからですね、示していて、この赤い線が、今年の線になります。今年の7月23日までの、プロットが示されています。で、例えば今年の7月7日というのはですね、世界の平均気温が観測史上最も高かったということが報告されています。ここですね、日本でも、まあ、猛暑、そして集中豪雨などの被害が相次いでいると思います。で、まあ、例えば日本では温度が、まあ、気温が暑いというのは偏西風の蛇行であったり、まあ、地球全体でも例えばエルニーニョの影響とか、まあ、様々な、直接的なといいますか要因はあるわけですけども、なんといっても、まあ、この青から赤にこう移りいくようなですね、地球全体での気温の上昇というのが、まあ、その地球全体での今の高い気温の、底上げをしているということの原因となっているのは間違いがないと考えられています。で、実際にですね、これは1850年から2020年までの間の、地球全体で平均した地球表面の気温を書いてあります。1850年から1900年、まあ、人間活動の影響はあまりまだ出てない時期を、まあ、基準として、そこをゼロとしてですね、そこからの、まあ、変化量で、書いてあります。そうすると、まあ、現在は約、この、まあ、基準に対して1度ぐらいすでに温度が高くなっているということが観測事実として示されています。それに対してですね、こちらの色線で書いたのが、モデル平均値ということで、まあ、世界のモデルをの結果を平均したものになりますが、よく観測値を再現していることがわかります。で、これはまあ人間活動によってですね、二酸化炭素などの温室効果気体が増えてきたということをまあ反映しているわけですが、実際にですね、そういった人間活動の影響を考えない、例えば太陽活動の変化などの変動などの自然変動のみで考えると、
この温度上昇は全く説明できないということがわかります。このことからですね、人間活動というのが気候システムの温暖化および広範で急速な気候変化をもたらしてきたことは疑う余地がないというふうに考えられています。今のは地球全体での平均気温なんですが、地球の全体の気温が1度上がった時の、気温の変化量ですね、の空間分布を書いたのはこちらになります。これは観測値で、こちらが、モデル計算値になります。このようにですね、空間分布も、数値モデルは現在よく再現できていることがわかります。特に、北極域とか、海に比較すると、陸域といいますか、そういったところでの温度上昇というのが大きくなっている様相がわかります。でさらにこれがですね、4度 C 上昇した時のモデル計算値がこのようになります。やはり北極域などで温度が非常に大きく上がっている、つまり温度の上昇というのは世界で一様ではないということがわかります。それからこの温度が4度 C 上昇した時の降水量の変化を示していますが、こちらの図ですね、場所によっては降水量が大きく増えたり、場所によったり減ったりする、要するに平均気温が上がることによって地球のいろんな場所での、その気象あり気候要素というのが、随分変わってくるんだということになります。で特に豪雨など、災害をもたらすような気象現象、これ極端現象と言いますけれども、そういったものの強さそして頻度というのは全球的に増えてくるんじゃないかなという予測がされています。でこういう地球の温暖化ですけれども、その原因となっているのは、温室効果気体の増加、いわゆる温室効果ということになります。でそれについてですね、ちょっと説明をしてみたいと思います。でこちらは温室効果なしの世界で、こちらは温室効果ありの世界を示しています。まずなしの世界から見ていきますが、太陽から可視光というか可視放射というのが来てですね、地球がそれを受け取っています。で一方的に地球がですね、放射を受け取ってしまうと地球はどんどん温まってしまうので、受け取ったエネルギーに等しいだけの放射、赤外放射になるんですけども、を地球は宇宙空間に出しています。つまり入ってくるものと出るものがバランスして、ある一定の、温度になります。でこの時予想される温度というのは約マイナス18度になります。でこれに対して温室効果がある場合、これ現実ですね、の大気はどうなっているかというと、二酸化炭素などの温室効果気体が地球の出す赤外放射の一部を吸収します。でこれも、温室効果気体が一方的に吸収するとどんどん温度が上がってしまうので、受け取ったのと等しいだけの放射を出すことになります。でそうすると地球の表面から見るとですね、もともと太陽から来ている可視放射に加えて、この温室効果の出す赤外放射も地球の表面は受け取ることになります。で受け取る分が増えてしまうので、よりたくさん出さないとですね、釣り合いを取ることができなくなる。その釣り合いを、たくさん出すためにどうしているかというと、地球は自分の温度を上げてですね、よりたくさんの放射を出してバランスさせている。そうした状況の中で約プラス15度という現在観測されているような温度が実現していると考えられています。なのでこの二酸化炭素などの温室効果気体の濃度が増えれば、地球の表面が受け取る放射エネルギーも増えるので、より温暖化が進むということになります。これは実際に大気中のですね、二酸化炭素の濃度の時間変化というものを示しています。産業革命以前、人間活動の二酸化炭素の排出が起こる前というのは、280ppm、これは大気分子に対して 0.028% の数割合で混ざっている。それぐらいの濃度だったろうというふうに考えられています。でそれがですね、おとといの観測、これはハワイのマウナロアというところの場所の観測なんですけども、420.97ppm、0.0421% ぐらいでしょうか、大気分子が1万個に対して4個ぐらい混ざっているところまで上昇してきているということになります。と言われてもあんまりピンとこないかもしれないので、ちょっとこう別の表現を試みています。二酸化炭素の厚みという、考え方ですね。大気というのは上空に向かってだんだん薄くなっていってますよね。でこの上空に向かって薄くなる大気というのを、地表面に近いような条件、今ここでは
0度 C、1気圧という条件に状態に持っていったときに、大気がどれぐらいの厚さになるかというのを計算すると、ざっくり7キロメートルぐらいになります。これ大きいと思うか小さいと思うか個人差はあるかもしれないですけども、で、この今度はですね、大気中の二酸化炭素だけを集めてきて0度 C、1気圧にすると約3メートルになります。ここで皆さんですね、目の前に3メーターの柱をちょっと想像してください。で、そのうちの 1.8 メートルというのは産業革命前に、自然のバランスの中で決まってきた量になります。皆さんの身長より少し高いぐらいになりますかね。で、そこに 1.2 メートルの上乗せというのを人間が二酸化炭素を出したために上乗せしてしまったと。3メーターというと多分皆さんの今いる部屋の天井よりも高いぐらい、その分だけを人間が出してきて今1度の温度上昇を引き起こしているんだというふうに感じていただければいいかなと思います。では次にですね、今度大気中の微粒子が気候にどう影響するかなという話をしていきたいと思います。先ほど言ったように大気中にはですね、さまざまな種類のエアロゾルが浮遊しているわけなんですが、ほとんどのエアロゾルというのは白っぽいエアロゾルです。代表格としては硫酸エアロゾルと呼ばれているようなものなんですが、こいつらは白いためにですね、太陽の光を吸収することなく散乱します。たくさんあれば反射というふうに考えてもらってもいいかもしれないですね。こいつらがなければですね、太陽からの光が地球の表面に到達して表面を温めるのに使われるのに対し、エアロゾルがあることによってですね、太陽の光を反射し地球が受け取る放射エネルギーを減らします。ですからこれは地球を冷却させる方向にですね、働くことになります。一方において例外的にですね、すす粒子のような黒いエアロゾル、我々ブラックカーボンと呼んでますが、こいつらは非常に効率的に太陽の光を吸収します。で、こいつらがなければですね、例えば太陽の光が入って地面で反射して、宇宙空間に戻っていたにもかかわらず、これらがあると、非常に効率的に吸収してしまうために地球を加熱する方向に働くと、考えられています。で、これらはですね、エアロゾル自身が太陽の放射を直接、散乱したり吸収したりすることなんですが、実はエアロゾルにはもう一つの役割があります。それは雲への影響なんですね。この漫画はですね、雲が書いてあって一個一個は水雲というか水滴が書いてあります。で、ここの赤で書いたのがエアロゾルです。で、実はこの水滴、水雲の粒子というのはエアロゾルを核にしてできます。なので1個のエアロゾルから1個の雲粒ができてきます。で、そうするとですね、昔の状況に比べて現在というのは、人間がいろんなものを燃やしたりしたせいで、エアロゾルの数濃度が多いと考えられます。したがって、昔の雲よりも現在の雲は、雲粒の数が多い、つまり 1立方センチメートル、1センチ1センチの中の、水雲粒子の数は昔より現在の雲の方が多いと考えられるんですね。で、このことによって、雲の反射率が上がり、地球が受け取る放射エネルギーが減る、つまり地球を冷やす方向に働いていると考えられています。それから雲粒はですね、水粒子は大きくなってくると重力落下して雨をもたらすわけですが、ちっちゃくなるともしかすると雨の降り方が変わってしまうかもしれない。そうすると雲が地球を覆っている面積とか雲の厚さとか、そういう雲のあるいは地球全体の反射率を変える要素が変わる可能性があります。ただし、この影響の仕方、大きさというのは、雲が形成される気象場などによって変わるということで、非常に不確定性の大きい部分になります。そんなようなことをですね、考えて、改めていろいろな成分が地球の温暖化にどれぐらい寄与しているかというのを推定したのがこの図になります。産業革命以前から現在までの地球の気温の変化に対して、例えば二酸化炭素は、大体1度温度を上昇させる程度の寄与があるだろうという推定です。メタンというのも結構大きくてですね、その3分の2ぐらいの効果があるんじゃないかなということが言われています。で、ここまでが温室効果気体の影響ですが、ここから下がエアロゾルの影響です。白いエアロゾルの代表格である硫酸エアロゾル、実際にはこれは
人間がですね、まあ、石炭を燃やしたりした結果、二酸化硫黄 SO2 というガスを、たくさん出してきています。そこから、形成されるエアロゾルで、これが地球を冷やす方向に働いてきたと考えられています。まあ、エアロゾル自身が光を反射する部分とか、水雲を変えてきた部分によって、まあ、これぐらい冷やす、まあ、ある意味で二酸化炭素による温暖化の一部を打ち消してきたというふうに考えることもできます。一方、黒いエアロゾルであるスス粒子などは地球の温暖化に寄与してきた可能性があります。で、今日は残念ながら時間がないためにですね、僕自身の、あるいは僕の研究グループのですね、研究の話はしないんですけども、私たち自身は、まあ、先ほど言ったように北極での気温の上昇というのが非常に大きいですね。なので今どんなエアロゾルが北極の大気中にあって、まあ、どんなような効果を及ぼしているかというのを、まあ、世界の研究者と共同で、まあ、この上は例えばドイツと一緒にやった飛行機観測の写真なんですけど、まあ、やったり、やはり北極圏のこういう山の上にですね、雲粒を一個一個測れるような実は装置を今置いていて、そのエアロゾルに対して雲は北極の雲というのはどういうふうに応答しているか、まあ、そんなようなことをですね、調べるような研究というのをやはり国際共同研究として実施しています。では次にですね、そういったエアロゾルを使って、まあ、気候に介入する試みということで少しお話をしてみたいと思います。で、まあ、先ほどまでですね、地球の平均気温がすでに1度上昇したという話をしました。で、1度って聞くとなんかまあそんなに大したことないと思うかもしれないですね。最近なんかもう何度も暑い日もあったり、ところがですね、まあ、先ほども示したように、全球平均で1度温度が上がるというのは、まあ、いろんな場所によってはもっと温度の上昇が大きかったり降水量が変わったり、さまざまなインパクトがいきます。で、これはそれを、まあ、模式的にというか、まあ、示したもので、水とか食料とか、まあ、健康にどう影響するかというのを示したものになります。これ実はちょっと古いレポートなんで最新の知見では変わっているのかもしれないんですけども、まあ、分かりやすいかなということでこの図を持ってきています。で、そうするとですね、気温が例えば1度とか2度上がると、まあ、水を自由に例えば使えなくなる、まあ、水のストレスといいますけども、そういったことに直面する人口が10億人とか20億人、これ非常に多い人数ですね。食料生産なんかにも影響するし、まあ、いろんな疾病にも、歯科にも影響してくるということで、まあ、こういったさまざまな要素からですね、地球全体の平均気温もすでに1度上がってるんですけども、1.5 度あるいは2度以上は上げてはいけないということが、まあ、皆さん、まあ、科学者を含めたですね、共通の理解になってきています。で、実際2015年のですね、まあ、パリ協定というものの努力目標というのは、この 1.5 あるいは2度以下に抑えようということで設定されています。まあ、これを超えてくると、まあ、今言ったような、まあ、水供給の問題、生態系の絶滅、食料生産の減少、疾患の増加、あるいは予想もつかない気候フィードバックによる気候変化の発動、まあ、例えばその永久凍土が溶けてですね、そこから温室効果気体がどんどん出てきてしまう、そうすると正のフィードバックがかかってもう温暖化が止められない、まあ、我々が今理解していないようなことが起こるかもしれない、まあ、生物多様性の危機、まあ、こういったことから 1.5 度あるいは2度以上上げないようにしようというのが基本的な考え方になっています。じゃあそのためにはどうしたらいいかというと、とにかく二酸化炭素を出さないというのが必要です。で、これは横軸に人間が出した積算の二酸化炭素の排出量、縦軸にはその結果として生じる気温の変化を示しています。で、いろんな線で書いてあるのはさまざまなシナリオというもので、例えば2100年までにほとんど対策を取らずにいっぱい二酸化炭素を出しちゃったシナリオとか、まあ、だんだんいろんな対策をしてですね、まあ、非常に厳しい対策をして2100年でここまでしか二酸化炭素を出さない対策、いろんな対策あるんだけども、結局人間がどれだけ二酸化炭素を出したかということで温度は決まってしまうということを意味しています。で、現在までですね、2023年、まあ、先ほど言ったように、まあ、1度すでに温度が上がっていますが、先ほどの空気の柱からいくと 1.2 メートル分を人間が出しています。で、2度 C の限界ということは、まあ、出してもあと 1.2 メートル分しか出してはいけませんよと、それ以上出したら、いろんな問題が引き起こされる可能性がありますよということを意味しています。で、
まあ、そういうことで、まあ、どれぐらい二酸化炭素を出すか、その結果としてどれぐらいの気温になるかというのは、私たちが選ぶことができるということになります。でこれは、まあ、将来のさまざまなシナリオということで、まあ、あまり対策しなければ二酸化炭素をどんどん出しちゃって、2100年にはものすごく温度が上がっちゃう、あるいは非常に厳しい対策をどんどん取れば 1.5 度あるいは2度 C 以下に抑えることができるかもしれない、つまり我々はそれを選ぶことができるんだから、ちゃんと対策しようねということが、まあ、指摘されているわけです。で実際にもうこれ10年前になりますけども、気候研究のまあ有名なですね、あの先生、ジェームス・ハンセン先生がですね、まあ、二酸化炭素の排出を放置すれば数十年後の世代に甚大な被害を与えますよと。でこれは、まあ、皆さんも該当するかもしれないけども、後の世代の、まあ、生命、自由、財産という基本的な人権を侵害することになりますよ、放置しちゃいけませんよということを、訴えていらっしゃいます。ところがですね、現状では、この2度 C 目標というのは、かなり達成が難しい状況になっています。こちらはですね、2015年から2030年の、まあ、世界全体で、まあ、二酸化炭素換算で温室効果気体をどれだけ排出するか、あるいは今後排出する、まあ、見込みであるかというのを示しています。で、まあ、ちょっと細かい線ことを置いておきますけれども、今各国が決定した削減目標、まあ、日本もそういうのを掲げていますけれども、というのがありますが、まあ、これ自身が本当に達成できるかどうかというと結構、まあ、危ないなっておぼつかないなということなんですが、これが仮に達成できてもほとんど、排出量は変わりません。一方においてですね、2度 C に抑えるためには2030年は、ここまで減らさないといけない、ということが、言われています。なのでこのギャップというのが、まあ、存在しますよと、いうことが、まあ、指摘されているというか、まあ、大きな問題になっているわけです。でこれはとにかくもう頑張って、まあ、削減をどんどん進めていかなくてはいけないんですけども、まあ、近年になってですね、まあ、一部の研究者が本当に間に合わなくなったときに、まあ、いざという、まあ、対応策を、まあ、考えておくべきではないかということを言い始めている人がいるので、ちょっとそれについて紹介をしていきたいと思います。まあ、これ気候への介入とか、まあ、ジオエンジニアリングというふうな言葉で言われています。で大きく言って2つあってですね、1つは大気中の二酸化炭素をなんとか除去しようという考え方ですね。例えばマングローブをたくさん植えるとかですね、海になんか鉄とか撒いて海の生物にいっぱい二酸化炭素を吸ってもらおうというものです。これはもしかすると長期的には有用なオプションになるのかもしれないんですけども、まあ、とにかく大規模にやらなくちゃいけないし、まあ、効果が上がるのに時間かかるし、コスト高いし、それからまあ生態系を壊すとかいろんな危ない要素がある、ということになります。もう一つはですね、太陽放射改変と呼ばれてますけども、地球を受け取る放射エネルギーを減らそうという試みです。例えば宇宙空間に反射板を浮かべるとかですね、まあ、いろんなアイデアが出てる。でこれは短期的に効果が現れる可能性があるんだけども、もうちょっと話をしますけども、まあ、いろいろな危ない点があるということになります。で現在ですね、まあ、この中で、まあ、一番検討が進んでいるのが、実は成層圏にですね、エアロゾルを撒くというアイデアです。で先ほど言ったように、まあ、こういう硫酸エアロゾルみたいなものが大気中にあるとですね、太陽の光を反射して地球が受け取る放射エネルギーが減る、つまり地球を冷やすことができるかもしれないということになります。でこちらの図はですね、そのまあ漫画なんですけども、まあ、赤道から北極あるいは南極までの、まあ、緯度、縦軸には高度が書いてあって、この辺は我々が生活しているまあ対流圏、まあ、8キロから17キロよりも上の方、成層圏、まあ、成層圏はもっと続いてますけども、が漫画的に書いてあります。で、まあ、低緯度の方の、適当なところにまず、そのエアロゾルの材料物質の SO2 をマーク。でそうするとエアロゾルが、まあ、作られてくる。そうすると、まあ、こういう太陽放射の反射が起きて、まあ、数年かけて、輸送されて戻ってくる。つまりエアロゾルをですね、まあ、増やしてエアロゾルによる太陽放射の反射をですね、増やすことにより、まあ、気温を低下させようという、考え方になります。で、まあ、そんな、なんか夢みたいなことを言って、まあ、本当に、こんなことが起きるんだろうかということなんですが、まあ、こういう、まあ、考え方を、まあ提唱というか、まあ、示している人々はですね、まあ、例と出して出しているのが火山噴火です。
1991年の6月にですね、例えばピナツボ火山、これフィリピンの巨大火山噴火というのが起きています。でこれに伴って成層圏にですね、SO2 が大量に注入されたと考えられています。で実際これ人工衛星から見た成層圏のエアロゾルの量なんですけども、火山噴火前がこんな予想であったのに対してですね、火山噴火直後、熱帯付近を中心にして大量のエアロゾルが生成していることが分かります。でその後これが全球に広まっていって、数年かけてだんだんと減っていっているというような予想が捉えられています。で実際にこれに伴ってと考えられるですね、全球での気温の低下というのも観測されていて、0.6 度ぐらい気温が下がったというふうに考えられています。でこの時ですね、実際に火山噴火によって成層圏に入った物質量というのは SO2 に換算すると約20メガトンぐらいじゃないかなというふうに言われています。ですからこれぐらいの量をまけばですね、全球的に 0.6 度ぐらい、数年間ぐらい気温を下げることができるかもしれないということの根拠として考えられています。で実際に数値モデル計算の中の世界としてはそういったことをいろいろ計算が試みられていてですね、例えば地球のこの4箇所ぐらい、高度約22キロぐらいに、SO2 を撒いてみようと。でどれぐらい撒くかという量なんですが、例えば二酸化炭素の全く削減対策をしないでですね、どんどん出し続けた場合のシナリオに対して、でも全球の気温は上げないという、そういうことを想定するとですね、これ2020年から開始されてますけども、2100年までに毎年毎年これぐらいの SO2 を注入すればいい、最初は少ないけども、どっかでピナツボ火山以上の SO2 を毎年毎年巻いて、いけば温度上昇を止められるという計算結果になっています。実際にこれがですね、2100年ぐらいの気温の本当に対策をしなかった場合にはですね、全球で平均的に4度ぐらいの温度が上がってしまうのに対し、エアロゾルを巻くと、それよりはかなり温度変化を少なくすることができるということになります。ただし、もちろん場所によってはいろいろ変わるし、降水量も今日お話ししませんけど、降水量とかいろんなものは変わってきます。でちなみにこの高度22キロというのは非常に高い高度です。皆さん海外旅行行くときに飛行機に乗りますけども、その時の飛行機の高度って12、3キロぐらいでしょうか。なので22キロっていうのは非常に高い高度です。なので専用の機体というのをまず開発しましょう。で、そこに SO2 のタンクを乗せて、こういうので飛行機で飛んでってこういうところで巻くと、そうすると、1度 C 気温を低下させるのに、年間 2.5 兆円ぐらいかければできるんじゃないかという見積もりさえしている人もいます。日本の国家予算って114兆円でしたっけ、ぐらいなので、その数パーセントぐらいという、予算規模ということになると思います。でただしですね、こういって、いかにも気温上がりませんというとなんか良さそうにも見えるかもしれませんけども、非常に大きな不確定性と問題点が上がります。なんといっても大きいのはですね、この気候介入、したときに地球の気候システムがどう応答するのか、どのような副次的効果があるのかわからないということです。例えば先ほど言って平均気温が保てても、降水量などが変わるかもしれないし、その推定には不確定性があります。いろんなシステムが地球の中にあるわけで、それがどう応答するかを全部はとてもじゃないけどわからない。それから実はピナツボ火山噴火の後ですね、オゾン層が、オゾンの破壊というのが起きています。だそういったことも起こるかもしれない。様々な副次効果もあるかもしれないということになります。それからもうちょっとこれは社会科学的な側面ですけども、地域によって最適な気候って異なる可能性があります。先ほど言ったように一様には温度や降水量変わらない。そうすると例えば先進国と発展途上国とですね、公平性が確保できるような対策とならない危険性があります。誰がどのような権限負担によって実施するのかの、コンセンサスや確立は困難だということになります。それから、実験ができないということですね。実験的に試みても、少量っていうか大量なんですけど撒いたときに、でももともと自然の変動の中で温度が変わったり降水量が変わったりすることがあります。でそれに対して今本当に効果が上がっているかどうかということを、あるいは危ないことが起きているかどうかという判断をするのは非常に難しいだろうと。
最初からもう本番になってしまう可能性というのもあります。それから、まあこういうことがあるよっていうふうに希望を持たせるとですね、二酸化炭素削減の動機づけが弱まっちゃうんじゃないか、対策が後退する恐れもありますよねということも心配されています。いざとなれば、そつまけばいいやと思うとみんな頑張らなくなっちゃうんじゃないか、そんな危険性もあるかもしれないです。それからもう一個はですね、一度開始したら中断することができないんじゃないかということを指摘している人たちもいます。でこれどういうことかというとですね、まあ、これはまあモデル計算で、これからの70年間の気温の変化が書いてあります。で気温の、まあ、気候への介入がなかった場合にですね、あるシナリオでは気温がどんどん上昇するということが計算されているわけですが、これに対して50年間、頑張って気候へ介入してですね、気温を上げない努力をしました。ところが50年後にですね、何らかのことが起きて、もうこれ以上SO2をまくことができなくなったらどうなるか。まあ、例えば、まあ、想像したくないですけど、まあ、非常に大きな戦争が起きてしまうとか、まあ、非常に大きな、まあ、伝染病が蔓延するとかですね、もう国、世界的にそういうことが維持できなくなったときに何が起こるかというと、まあ、非常に速いスピードで温度が上がるだろうと。このペースで温度が上がられても非常に厳しいのにですね、こんな短期間に温度が上がる、あるいは降水量が変化するということには、まあ、非常に厳しい状況になる。だから一度やると決めたらもうやめられませんよということを、まあ、警告している人たちもいます。まあ、当然の警告だと思います。で、まあ、ただし、まあ、いろんな考え方もあってですね、これもう一回年に対して地球の平均気温ですけども、まあ、何にも対策をせずに、それを、まあ、気候介入して打ち消すというのは、まあ、ありえないだろうと。だから、まあ、やっぱり人類というのはできるだけ排出規制を頑張ってやるんだと。で、それでも例えば2度とかの目標を超えてしまうとしたら、その超えてしまう分だけを、追加措置としてですね、まあ、そういったことを使うということを、まあ、考えてもいいのかもしれないということを言っている人たちもいます。まあ、要するに気候介入をしなかった時の、まあ、いろんな被害というのと介入した時の被害というものの比較というのが必要だということを、まあ、訴えている方も、いらっしゃるということになります。で、もうあと2枚なんですけども、で、ここでちょっとデイビッド・フィーヒー博士という、私の尊敬する先生、これはアメリカ、海洋大気庁のですね、まあ、ある研究所の所長さんなんですけどのメッセージをちょっとご紹介したいと思います。で、この先生がですね、実は最近気候に介入するという話で、まあ、講演されて、今日の私の話は結構、まあ、この先生のいろいろ示してくださったことも、いろいろ活かさせていただいています。で、その先生がですね、これ少し前のメッセージなんですが、まあ、今後数十年間気候変化は世界の国々に多くの深刻な影響を与えることになります。適切な対応を取るためには知見を深めることやリーダーシップを行使することが重要です。将来あなた方の世代がこのような貢献をする機会が来るでしょう。あなた方がこの問題の解決にどのように参加できるかを考えてくださいというメッセージを送ってくださっています。これ最後のスライドになりますが、まあ、皆さんにぜひ覚えておいてほしいことです。まあ、人間活動によってですね、急速に地球の温暖化と気候システムの変化が起こりつつあります。もう実際に起こっています。で、地球温暖化には分かってないことが多いですが、まあ、世界の研究者がですね、力を合わせて研究してきたことにより、まあ、理解も大きく進んできています。その中でですね、大気中のエアロゾルというのも地球の気候に大きく影響している可能性も明らかになってきました。で、2番目としては、将来の気候というのは私たちが選ぶことが可能です。しかし、適切な対策を怠れば、2度 C 以上の温度上昇というのは、まあ、確実に起こってしまうと考えられます。まあ、二酸化炭素の排出を放置するということは、まあ、後の世代の、まあ、生命とか自由、財産という、まあ、基本的な人権にも影響してしまうことになります。で、3番目としてはですね、まあ、近年エアロゾルを使って地球の温暖化を抑制するという可能性の検討が始まっています。しかし、まあ、不確定性が非常に大きいためですね、まあ、科学者たちだけではなくて、まあ、世界のさまざまなですね、人たちとの検討が必要だろうというふうに考えられます。私の話は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。
では質疑応答の時間に参ります。地球惑星科学専攻大気海洋講座修士1年の佐々木健介と申します。よろしくお願いします。質問は YouTube 概要欄にあるスライドのリンクまたは講演画面上に表示されている QR コードから送ることができます。で、早速質問いただいておりますのでご紹介させていただきます。まず一つ目ですが、温暖化が進むと極端現象が増えるのはどうしてですかというご質問です。お願いします。私自身は実はそういう専門家ではないので、ですけども、今どうやって評価されているかというと、数値モデルを使ってですね、温暖化した世界と、そうでない、例えば産業革命以前の、状態での、計算をすることによってですね、その極端現象が出る確率というのを比較してこういう評価というのを行っています。でその中で、極端現象が増えてくる原因としてはですね、やはり温暖化すると、大気中の例えば水蒸気、含める水蒸気量というのが増えてきます。1度 C 上がると 8% だったかな、とにかく含める水蒸気量が増えてくる、大気中の水の量が増えてくるので、例えば降水とかですね、それからその水蒸気が雲や雨に変わるときに出す、熱ですね、そういったものが増えてくるためにですね、より強い降水とかですね、極端現象といいますか、そういったものが増えてくるのではないかなというふうに考えられていると思います。ありがとうございます。では次にですが、なぜ北極で温暖化の影響が特に強く出るのでしょうか、氷の影響でしょうかというご質問です。お願いします。そうですね、ご指摘の通り、氷の影響というのが大きいんじゃないかなと思われます。北極というのはですね、ちょうど水と氷が変わる、0度 C に近いような場所はいろいろあるわけですね。で、一番わかりやすいのはアイスアルベドフィードバックと言われているもので、今まで氷に覆われていたところというのは非常に反射率が高いわけですね。氷というのはで太陽の光を反射していたのに対し、その氷が溶けて、例えば黒い地面が出てくると太陽の光をより吸収しやすくなります。でそのことによって、北極は温暖化し、より、氷が溶けて、そういう正のフィードバックが、北極などで働きやすいということが、その原因としてあると思います。他にもですね、例えば海氷もそうかな、海氷なんかも今まで覆ってて海が光太陽放射を受け取らなかった、反射してたのに対し海氷が溶けるとですね、黒い海が現れて太陽の光をより吸収するので、やはり同じようにしてフィードバックが働いてくるというふうに考えられています。ありがとうございます。続いて、この地球温暖化の問題に対してだと思うんですが、先生はこの問題に対してどのように動くべきだというふうに考えられていますかというご質問です。難しい質問が来ましたね。いろんな考え方があると思います。で例えば今日ご紹介したような気候への介入、これ、例えば私自身は全然専門ではないんですけども、せっかくこういう機会あるんでそういう話をした方がいいかなと思いましたけども、ただそれをやるかどうかというのは、社会みんなの、人たちの判断かもしれないんだけども、人類が正しい判断をするかどうかというために、科学的な根拠を準備しておくということは、科学者として誰かしらはやっぱり準備しておく必要があるかなというふうに、思います。で一方においてですね、こういう地球の例えば温暖化の予測というのは、こうやって実際に数値が出てくるというのはすごく大事なんですけども、その温暖化であったり気候システムのいろいろな応答であったり変化、そういうものには非常に大きな不確定性があります。でそれを今ここではえいやっと、とにかくモデル計算しているんですけども、まずそういう、一つ一つのシステムを正しく理解すること、例えばどうやってエアロゾルはできてくるのか、どうやって雲粒は変わるのか、どうやって雨が降るかとかですね、陸上植生はどう変わるか、そういう一つ一つをより信頼性高く理解していくということが大事だなと思っています。なので、例えば私今地球科学専攻に属してますけども、多くの研究というのが最終的にはこういうことの知見につながるものだと思うんですけども、みんながみんなこう温暖化モデルをやるわけではなくて、やはりそういう科学的に本当に信頼性の高い知見を蓄積していくということが研究者として大事かなというふうに思っています。答えになりましたかね。はい、ありがとうございます。続いて
勉強についてだと思いますが、気候のことを勉強したいと思ったときに科学と物理のどちらをより勉強しておくと良いでしょうかというご質問です。両方やってください。先ほども言ったように、この最終的に例えば何度上がるっていうのは、非常にある意味分かりやすいしエキサイティングな感じもするかもしれないんだけども、一つ一つというのはやっぱり物理的な、プロセス、あるいは化学的な知識、あるいは生物学的な知識の積み重ねなんですね。なので、例えば今高校生ぐらいの方の質問でしょうか。まずですね、高校生あるいは大学の最初の頃というのは、基礎的な物理化学をぜひ勉強してほしいと思います。っていうのはですね、今僕らはこういう物理こういう化学を使っていろいろ物事を理解しているつもりなんですけども、そういう物理では足りない世界が来るかもしれない。もっと根本的な物理の素過程からですね、メカニズムから理解し直さなくちゃいけない場面が来るかもしれない。そういった時の基礎体力っていうのはすごく大事なんですね。なので、やはり基礎的な勉強をしっかりするというのが、私のお勧めしたいことになります。もちろん興味をぜひね、持続させてほしいなと思いますが、はい、という答えです。ありがとうございます。続いて、古代の大気の組成等の状況は地層や表層から推定できるのでしょうかというご質問です。そうですね、古代といっても多分いろんな段階があると思うんですけども、一つは、今日はちょっとお話できませんでしたけども、グリーンランドとかですね、南極にアイスコアっていうかな、要するに氷をバッとこう、ドリル的に深いところまで掘ってくるとですね、昔々にできた氷というのが、深い方にはあります。で、その氷の中にですね、小さな気泡、空気の泡みたいなものが閉じ込められていて、でそれを分析してやる、あるいは氷自身の中に閉じ込められたいろんな物質を分析することにより、ある程度の年代までその時の大気組成とか物質量というのを推定することができます。それ以前になるとどうなんでしょう、岩石とかに閉じ込められているものを分析するというのもちょっと聞いたことがありますけども、ちょっとどれぐらいできるのかは私には分からないですけども、そういったものはいろんなモデルとかですね、過去の気候を再現する上で重要な情報になっていると思います。ありがとうございます。続いての質問です。二酸化炭素等の排出量を削減しようとすると生活の利便性が失われ、削減しないと未来や発展途上国への影響が出てしまうという中で、環境への配慮と便利な生活を両立するにはどうしたらよいでしょうかというご質問です。難しいですね、これも。やっぱりそこは私の専門ではないって言ってしまうとあれなんですけども、やっぱり、僕の個人的な感じとしてはですね、このじゃあ本当に2度上がった時のいろいろな問題点っていうのを、やっぱり現実的に私たちあんまり実感として持ってない、私自身もそうなんですけど、ような感じがします。なのでですね、やっぱりそういう意識を持つ、不便になってもいいとは言わないんですけども、もっともっとですね、社会的な理解として、そういう削減へのコンセンサスをもっと盛り上げていく、社会が表していくということが必要なのかな。で、やはりいろいろな科学技術の開発というのが今どんどん進んでいると思うんですけど、やはりそういったものによってですね、この排出量の削減という、あるいはもしかすると二酸化炭素の大気中からの回収というのはできるかもしれないので、そういう、社会を含めたですね、対策というか、意識改革、意識だけではいかないんだろうな、技術開発などがどんどん今後進んでいってくれることを、私としては願っているということになります。すいません、これはあまり答えになってないかもしれないけど、はい、私の回答は以上です。ありがとうございます。続いて私からの質問なんですけど、先生がエアロゾルに関心を持ったきっかけ等ありましたら教えていただければ幸いです。お願いします。面白い質問ですね。こういった図を見たときにですね、やっぱり地球温暖化というと、二酸化炭素っていう、皆さんいろいろ知ってらっしゃるかもしれないんですけども、僕は実は研究を始めたときはまだこんな図はなかったんですけども、ただやはり地球の気候に対して、当時はこれは例えば不確定性の幅としていろいろな数値モデル、世界の数値モデルの間のばらつきというのを示しているんですが、非常にその不確定性が大きかったんですね。でいうことで、やっぱり本当に
一番分かってない、ところを、まあ、自分としては、まあ、調べたいな、いうことで、まあ、研究を、まあ、始めたというのが動機でしょうか。まあ、まあ、例えば、まあ、二酸化炭素っていうと、その、まあ、炭素と酸素から、まあ、できている、つまり、まあ、対流圏にあろうが成層圏にあろうがどこの国に行こうが、まあ、全部同じ分子なわけですが、エアロソルっていうのは、まあ、一個一個は違うんですね。全部が、まあ、化学組成だったり大きさだったり違う、まあ、そういった非常に複雑なものをどういうふうにし、例えば、まあ、測るとか、モデルに載せる、あるいはその影響を評価する、まあ、そういうことに、まあ、なんていうか非常にチャレンジングな課題だと思ったので、まあ、自分としては、そういう研究をやってみたいなと思って始めたということになります。ありがとうございます。質問いただいてます、今後コンピューターの性能が上がれば気候介入した場合の予測もできるようになっていきませんかという質問です。そうですね、今日お話しした、ものも、コンピューターを使ってですね、計算した、結果に、なります。で、まあ、おっしゃるようにですね、今コンピューターの能力がどんどん、上がっていってですね、そうすれば信頼性の高い予測というのはよりできるようになってくると思います。例えば先ほど極端現象への質問がありましたけれども、計算する空間解像なんて言えばいいですか、計算する、空間的な大きさって言えばいいんですかね、例えばそれを100キロ四方で計算するか10キロ四方で計算するかとか、まあ、そういうのを、細かく計算すればするほど、いろんな例えば極端現象の予測などは良くなっていく、ことが分かっているので、コンピューターの能力が上がっていけばですね、そのいろんな副次効果を含めてより正確な予測というのはできると思います。で、ただし先ほどちょっと言ったように、じゃあコンピューターだけ賢くなればいろんなものは正確に分かるようになるかというと、答えはノーなんですね。コンピューターというのはあくまでも我々がプログラムした結果しか出しません。なのでそこに入れるべき、過程ですね、先ほど言ったようにエロ図が増えたときに、じゃあ放射とか雲とか降水とかどう例えば影響するか、そういったことを例えば観測によって明らかにしてモデルを良くしていく、そういったことによって、まあ、それ以外もいっぱいありますけど、こういった予測も良くなっていくんだろうなというふうに思っています。ありがとうございます。時間となりましたので質疑応答も終わりにしまして、小池先生の講演と質疑応答を終了させていただきます。本日はたくさんのご質問とご視聴をありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。小池先生、佐々木さん、ありがとうございました。